井筒和幸のフライ日記。はい、これ積んでくれ。かしこまりました。おい、はい、感じ。はい、梶原です。はい、組本部からです。おう、え、昼の定例会で会ったばっかりだよ。そうか、分かった。たま取りやがった親分の。え、和合会だ。頼むぞ。はい、おっと、東京行ったよ。え、俺は途中下車だよ。あ、え、おい、はい、来る、こらめ、逃げる、逃げる、これ じゃんけんしようか。組長が一人で行っちゃいました。よろしく頼むの。よろしくお頼み申します。伊藤正治、今後も任侠道に邁進しますのでよろしく。よるべなき者たちのもう一つの昭和史。兄さん、まな板使ったよ。季節のない町に生まれ、ヤクザはやりきねえとできねえぞ。風のない丘に育ち、家を出て、愛のない人。このダイハードって来月公開するんだぞ。現地の野郎締めていきますよ。人のために良かれと思い、西から東へ。市民グループがまたピーチクパーチク。泥棒はしない、釣りはやらない、その女は取れないという伊藤組三原則をしっかりと守り抜きました。親分、見てるか。今日で全てが終わる、今日で全てが変わる、今日で全てが戻る。ほんとにお前、下げすぎちゅうの。どうするんじゃ。だから、おぜんそれ見本どんどんじゃ。ゴミ、アクタで結構でもね。欲望の時代を生き抜いた暴れ者たち。これまでだな。本当に強い者同士は戦わないんですね。ブライ市会議員になると思います。手帳席だ。指ないのにね。いや、順次公開ですよ。順次公開からもうね、4年、はい、4年経ってる。確かにでもね、俺この間ね、ちらっと会ったちょっと、はい、なんでもない普通のおっちゃんがね、うん、はい、あれですわ、マンションみたいなところの1階でのとこでね、はい、用事で俺ちょっと行ってたらね、うん、あってね、そのおっちゃん監督ですよね、監督のね俺ブライね映画館で見たんですよ。はい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 、あれはもうで、あのね、またネットとかでやってますよね、やってる、はい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 、
いやー、あれ何度見てもおもろいですね。うん、嬉しいですよね、そういうの言ってもらえるとね。うん、急に言ってくれてね。はい、いやあれはリアルやな、うん、めちゃめちゃ僕あの昔からヤクザ映画いろいろ見てきてるけどリアルやな思って、そうかこういう感じもありやなみたいな思ってるんですよ、なんて何回も見るんですよ、はい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 、嬉しいですね、そうやってしばらく立ち話してしまいました、はい、そういう見バレしたんですね今日、道端で今日この方でございます、またあの、はい、また、はい、あの上野社長お参りしました、はい、よろしくお願いします、久しぶりですね、あお久しぶりです、2ヶ月ぶりですね、あれですか、最近はでもこの前はあの自動車の関係の、はい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 、はい設計、新たなるデザイン設計いろいろ、はいはいはい、あベルトコンベアの話もありましたけど、ベルトコンベアの話しましたね、今ちょうどできてね、今できて、もうできて動いてて、動いてもう完成したんですか、で今ちょっと来月お客さんとこ持ってくんで、ほうほう、つまりその要は発注を受けてやりだしたってことですよね、そうですそうです、だからいわゆるまあその試作じゃないですよね、もう量産です、量産体制のもの原型みたいな、はい、そうですそうです、これから量産体制に入るみたいなに、そうお客さんのところの工場に、工場にまず入れて持ってって、そうですそうです、今ちょっとお客さんがそろそろ来週ぐらい見に来るらしいんで、そのお客さんじゃ何屋さんですか、それは塗装屋さんですね、塗装屋さん、部品の車の部品を、車の部品を塗装してる、はい、そうか、その塗装吹き付けやね、あそれをしてるんで、ベルトコンベアがいるわけだ。あ、そうですそうです。大きな、そうです。大仕掛けのものを車が乗っけて。車、まあ部品だけなんでね。あ、部品を乗っけて、ぐわーっと動く中で。あ、そうです。それプシューって拭いて。かけていくわけですもんね。はい。そうです。あ、すごい作業だこれ。そういう感じなんですよ。だって。何のこっちゃ分からん人が半数以上やと思うんですよ。いやいや分かりますよ。だってね、ベルトコンベア的なというかコンベア、ね、あ、まあまあそうですそうです。まあ、そうですか。うん、そりゃでも、そうなんです、はあ。じゃあもうそれあれですよ。もう発注入ってできて、それでこれから量産体制に入っていくわけだから。そうですね。またこれ需要ね、うん、いっぱい出てくるでしょ、ところで。そう、ね、違うんですか。まあでもあとは一番新しいこうなんかあれなんですか、僕は結局入れるまでが仕事なんでね、新規のシステムなんですか、なんかあの画期的な そいつは新規じゃないですね、割と新規のはちょっとまたそうですよ、別でやってて、ははでそれは某自動車メーカーさんなんですけど、メーカーのあれで、はい、発注で、はい、それはまたちょっとまた言えないまた言うと怒られるんで、それはベルトコンベアと違うで別のもん、それはあれですね、あの1トンぐらいで押さえて回して押さえて回してみたいな、このなんかこう1トンで押さえるとあかんんですよ、こう1トンの力でなんか押さえてギュッてギュッてして、なんかこう変容するもの、それを作ってるんですよ、なんかね自由にしとくと 2,3 ミリブワッてちょっと膨らむんですよね、そのものが、はい、鉄が、そうそうそう鉄が、それをこうギュッと押さえている装置、はい、押さえて回して押さえて回す溶接する、溶接する装置、それの設計、あそうですそうです、いやいやこしい話やな、ややこしいんです、でもこれ必需品なんだやっぱり、そうですそうです、あのいわゆる自動車の部品の産業界では絶対いるんだ、そう、いりますいります、はあ、いろいろあんねな、いろいろやっってねね、機械っつうのはな、機械はいろいろありますね、本当にやってんねね、そりゃそうだよね、はいはい、人間っつうのは機械を発明してからもう産業革命が行われてからもうかれこれ、え何ですか、産業革命って1600年代、そうですね、だからまあ400年ぐらいは経ってますよね、だからそれからさ、すごいですね、このそうですね、日進月歩どころじゃないよね、うん、毎日のようにも、はい、まあ日進月歩だけど、もちろんもちろんすごいですね、なんかあれですよね、電気を発明されてから相当産業は、電気というものが、はい、発明されてから、うん、最初の産業革命っていうのは石炭でなんか引いたいて、引いたいて蒸気を起こして、そう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 、蒸気機関車のタービン回してみたいな、タービン回しシステムですね、そうですね、そっから来て電気にしようって言ったやつ偉いですね、その電気ってのはエジソンはそのもっと後ですもんね、だから結局はエジソンのいわゆる電気というものを発電すると電気が起こるという、うん、はい、
起こるから発電なんだけど、はい、それをしそのそれをつくこう理屈をつく、うんうん、実践して作ったのが、はい、やっぱり最初はやっぱりエジソンになるんですね。そうですね。エジソンのエレクトリックなんとか車みたいな、それで電化あとこう回すと、うん、あのあれですか、あれプラスマイナスの、ああそうそう、その話、この前の話ですね。回るとこの電気が生まれると。そうこれね、ね、電気さんおかしなもんだ。電気わかるか、電気、まあね。電気ってね、見たことないね。電気ってね、うん、その概念が難しいのよ。これで一回、そうですね。そうなんですよね、うん。そうですね。この前の話でね。あの東京工大の先生がなんかに一回聞いたことあるじゃん。この紙書いてもらって、はいはいはい、ちょうど先生あので電子ってやつの図書いてよみたいな。耳図書かれた話。ピピピ、ピ、まあこんなもんですよ。はい、ははじゃあつまり点じゃないんですよね。点じゃないんですよ。うん、やっぱ動いてないと意味ないんですよ。まあそうですね。動いてないと止まってるということはありえないんですよ、うん。そうですね。だから動いて初めて電子なんですよ。うん、あなるほどね。うん、だからふにゅっとこう、うん、ふにゅっと動いたらもう消えるんですよと。うん、でそれがピュッと、うん、消えるというか行くんですよ。まあそうですね。だからそのミミズがプチューンと高速で動いとると、うん、こういう理屈、まあそうですね、これがもうプチ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 と思う、うん、そうですね一個そうですね、もうミミズの大群ということですね、うん、そうなんかでも電気って日本にいたら分からんすけど海外にいたらめっちゃ停電するじゃないですか。どういうことですかそれは。結局発電所が止まるだの止まるだのあれ発電所止まってるんじゃないのかな。電線変電所があかんのかな。何がとあの停電になるってことですか。あそうそうそう、海外行くと停電多いんですか。東南アジアなんて停電しない国ないですもんね。あそういうこと、はい、日本にいたら停電なんて例えばどこの国なんか。いやもうタイでもカンボジアでもインドネシアでもマレーシアでもマレーシア大体停電しますよ、ね、停電するんですよやっぱり。俺あそうそんな俺全然知らないですよ。え行ったことないですか。まあ行ったことはあるんだけど停電にあったことはない。あそうですか。あじゃあだいぶ運がいい方なのかね。いいすね。まあだいぶ前の話ですけどね。ああ10年一昔20年一昔前の話ですけどね。クアラルンプールであるとか、はい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 、ないですか。カンボジアであるとか、カンボジアじゃないプノンペンとかあの辺とか、はいはいはい、行ってはったんですね。今用事というか撮影で行っただけですけどね。でもそんな電気が停電っていうのは味わったことないな。あ味わったですか。うん、出くわしたですね。なんかそれはじゃあしょっちゅうやっぱり止まってる。しょっちゅう止まってるイメージですね。それはやっぱ発電所の問題なんだ。そうですね。発電所か変電所かどっちかですね。あうん、だから亀ある落ちたとかそんな話じゃないですよね。あそれはもちろんあります。でもそんなもっと根本的なあれか足りない、あの指導がなんか足りないパターンもあるらしい。だから足りてないパターン。だから日本だけなんですよね。こんな安定。まあアメリカも大丈夫か。アメリカも大丈夫じゃん、はい。中国も止まったりしてるんですかやっぱり。中国は全然止まりますよね。やっぱり足らんのかね発電所。そう。でなんかヨーロッパの方もあれでしょ。ロシアから石油買えんくなって戦争で。石油買えないし天然ガスもちょっと何も追いついてない。そうそうそう。でだから結局タービンが動かない。で電気代めっちゃ上がったんですよね。そのロシアが戦争を始めたタイミングで。そうですよね。結局ロシア帝国主義がやっぱり物価を高くさせてて電気代を高くさせてて全てを高くさせてるわけだから。石油も上がったしそれで。そうですよね。でもそんなしょっちゅうやっぱり止まってんやね。そのヨーロッパでもやっぱり節電しまくっててもやっぱり止まるもんなのかな、うんうん、やっぱりそれぐらいやっぱ足りひんから、うん、だからやっぱりあの原発を作る作らないの話になるのかねこれ。うん、俺は原発は作らない、なるべく作らないでいいかなあかんのちゃうのと、うん、私も思ってますけどね。原発なんてのはやっぱりろくなもんじゃないと思うしね、うんはい。あの話を飛ぶけどトランプはこの間CNN のニュースで見たんだけど、はいはい、あのとんでもないこといいあのクソガキが言ってましたよ。クソガキが年一緒ぐらいじゃないですか。いやいや年俺よりもっと上ず上上あトランプの方が上だってあのおっさんだってもう80です。あそんな言ったんですか。
いやちょっとなんか年いってるなとは思ってましたけど、あのおさが中ですよあれ。あ、うん、だからあれ大統領になってもね、はい、ほんまできんのかいな、いろいろあるけどね。バイデンとか人のこと言うてられん、バイデンも大おじいちゃんですもんね。バイデンもおじいちゃんやけど、お前人のことよう言えるなぐらいの年やん、はい、であいつがね、はいはいはい、とんでもないこと言ってたの、はいはいはい、あの実はレバノンにね、はい、レバノン、イスラエルがレバノン、ね、はいはい、やりだしたでしょ、はい、はい、やりましたね、やりだしたでしょ、うんうん、レバノンの中にいるヒズボラがレバノンにいるから、はい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 、から結局打ち込んでると、レバノンにね、はいはいはい、でレバノンも打ってくる、はい、あのヒズボラ打ってくるんで、こうやって、うん、 それでもうレバノンはもうみんな逃げたりしてると、うんうん、怖いから、ね、どんどん打ってくるから、はい、イスラエル、はい、だこれね、プーチンの野郎が、うん、あの本当にレバノンの核施設にもう打ち込んだらいいんだと、うん、こういうことをね、あかんでしょ、あかんでしょ、言うとりましたよ、人道とはそんなこと言うようなやつが大統領になっていいのかなと、うん、そうですね、 あかんでしょ、そうですよね、人の命何やと思うと、核施設に打ち込んだら簡単やつんだもん、それ、いや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 、だってどこかのなんかあの共和党のどなんか、うん、地区のあの、いや、あのいわゆる応援、うんうん、応援じゃない、あの演説会、うん、大会、はい、あこで言ってんだもん、あそんな公に堂々と言ってん、全く公に言ってんだ、こっそり言ってるんじゃないですか、ああそんなもんもえ、そんなん、それそんなんこっそりもあいつらヘチマもないもんね、その演説聞いてるやつは黙って聞いてんですか、いやもうウェーとか言ってるわけよ、えそれはもう やれやれぐらいの感じ、やれやれっていうか、まあもう問答無用に言ってるわけですよ、そのプーチンも、いやどういう会場の雰囲気だったのか、そこまでニュースは捉えてないけども、もちろんもちろんそうですね、まあどこか あの演説場ですよ、そこで言ってる、えらいこと言う、改めてあの個人的にあのあいつ記者会見ってあんまり しないけど、うんうん、確かに確かに、うんうん、あと4日で言ってましたよ、へ、なんかそのフォックスニュース系の記者会見で言ったのかもわかんないけども、とにかくね、そんなことを核施設に撃ったらしまいやってね、そんなことさ、うん、いや撃ったらそれで要するに争いは終わるって意味ですよね、争いは終わるかもしれんけど、恐ろしい話だよね、向こうだってあんたんとこチェルノブイリ何年人住んでへんのって話じゃないですかねえ、何を言うとるんだと、そう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 、うん、だから結局そのいやチェルノブイリじゃない、あのあいつの話よ、あのトランプ、あトランプ、あトランプが言うてんすか、トランプなんですよ、ああトランプが言うとんすね、トランプですよ、はいはいはい、まあ、どっちにしてもダメですね、トランプですよ、うん、どっちにしてもあかんけどね、うん、トランプがどっかの共和党の、うん、ああそういうことですか、あるいはフォックスニュースかどっかで言った、そんなもの簡単やで、イスラエル、うん、あいつポン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 もミサイル撃ち込んでたってあれらしい、もう核施設を狙えばいいんだ、そんなあかんでしょと、平気ですわあいつら、それが大統領になっていいのかよって話だよね、そうですね、うん、え俺最初トランプで言ってた、なんか途中でプーチンって言われて、いやいやあれどっちかなと思って、もともとトランプっておっしゃってた、そうそう言ってた言ってた、そんなことすいませんすいません、いえいえ、はい、だから、うん、あいつはアホやっていう話ですね、これ X、はい、X って X からの昔のツイッターね、ごめんツイッター X もういい加減せよね、この X いうやつ、あのイーロン・マスクってやつ、あいつなんか落としやすいですな、うん、あいつめちゃめちゃアメリカ人嫌いじゃないですか、いやいやアメリカ人嫌いじゃない、アメリカ人が嫌いじゃなしに、アメリカ気持ち悪いんじゃなしに、あいつが気持ち悪いんですよ、はい、ですね、あのやっぱりね、あのあれ相当な資産家だけども、うんうんうん、いやそれはね、な何兆も何兆何兆儲けてるやつ、まあまあそうですね、そね、うん、そうでしょ、はい、もうお恐ろしい、恐ろしくなる、うん、地球をもうそれこそもう占有できるぐらいの金持っとるやつらやからね、うん、はいはいはい、やつらは、まあそうですね、まあ実際さどこまで動かせんのか知らんけどさ、どう、まあ、全部資産売ったらそれぐらいやいうことで、うん、ああそんな持っとんすか、まあ、そんな持っとんすよあれ、へえ、いやそんな持っとんすよ、分けてくれたらええのにね、本当にごっつり持っとんすよ、あの、あ、うん、それはもう百兆雲仙兆でしょ、あそんなレベルですか、確かあれ長者番付って今誰が1位なんでしたっけ、いや あいつですよ、あいつ、あいつ、あいつか、あいつ言ってるけど、あいつより上にいるのが誰か1人、ビル・ゲイツは今1位じゃないですよね、ビル・ゲイツは1位じゃないな、 あいつも結構上ですわ、そうですね、うん、もう一番上にいるのがあのなんだかわからん、マードックだかなんだか、うん、
いや違うな、別の資産家ですわ、いるのよ。へえ、うん、いろいろテレビのネットワーク持ってたり、まあ、あらゆることをしまくってる投資家が、はいはいはい、これが一番あれですね、一番儲けてやがるやつで、うーん、まあ2番目か3番目じゃないかな、あとのあいつね、あのザッカーバーグというやつ、ね、ああ聞く聞く、はいはいはい、はい、ね、マークさんね、フェイスブックのやつね、うんうんうん、あいつもね、あいつもね、あいつもいじましい顔してるよいやあいつはね相当ね、うん、もうほんとに狡猾な顔してるね、狡猾ですよどこまで儲けたろうかっていう顔してますね、だからよう分からないやつですね、いつもいやもう大体ね、人相に出るよね、まあ分かります分かります、それでもやっぱ大人になったら分かってきますよね、人間こいつなんかちょっと、そうよ、もう人相に出るじゃん、いや分かります分かります、出ますよ人相に、分かります、ね、それめちゃめちゃ分かります、ちょっとこれ読みますか、はい、どうぞどうぞ、志村さんってね、よくこれもらうんですよ、うん、毎週、はい、毎週もらうんですよ、この、はい、この人ら、はい、志村さん、監督こんにちは、映画評論家の白井義雄さんの訃報に接しましたと、うんうんうん、白井さんの博識で、辛口でシニカルな映画批評エッセイには多く学ばせてもらいましたと、白井さんを筆頭に監督には辛辣だった田山力也、田山力也っていたね、俺には辛辣だったのかね、よく知らないの、そうなんですか、僕にも辛辣だったのか監督に辛辣だったんですか、なんで下村さんが知ってんのかよくわからない、まあ、よく読んでたんだろうね、この田山力也、水野春夫さんは知ってる、うん、水野春夫さんは知ってますよ、知ってますよ話、はい、テレビも一緒に出たことある、うんうんうん、竹中朗さんも知ってますよ、ああ知ってます、ね、佐藤忠夫さんも知ってますよ、はい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 、うん、増渕健さん、増渕さん誰かな、知らん、あとこっちここっち、うん、それで、ね、そういう昭和の評論家の方々は個性の際立った侍ぞろいでしたが、侍かね、でも令和の現代の映画侍って意味分からへんけど、うん、映画ジャーナルときたら、多様性の時代とは名ばかりで、時代や世論に迎合した無個性な連中ばっかりで、監督、何これ、薄口すぎる映画ジャーナルに一括をお願いします、薄口って、まあ薄口も濃い口も知らんけどもね、そのジャーナリズ映画評論ジャーナリズム自体を俺あんまり、うん、まあほぼ知らんちが無視してる人間やから、まあまあ我々作り手はね、うん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 、その方がいいよね、誰が何を脱がしようがしたことじゃねえみたいなことあるけどね、もちろんもちろん、いやどうかな、そのあれじゃないですか、白井義雄もまあこんな昔のおっさんやからね、うん、今ちょっと見たら、よく分かりませんね、写真は出てきました、92歳やって、うわ92で死んやったん、らしいですね、しかもなんか今日亡くなったんですね、え今日亡くなったらしい、今日じゃないでしょ、この間でしょ、あほんま、うん、先日で書いて、うん、あ5日って書いてる、何日か、何日か、5日やから、まああんまり、まあ、先週ぐらい、うん、あんまり大した話題でもないね、いや別に映画評論家なんてな、うん、評論家なんてな、もう本当に勝手に思ったことを書いてるだけで、まあそうですよね、いや俺だって思ったこと平気で書くけども、うんうん、でも監督の立場で書くのと、うん、評論家の立場で書くの意味がちゃうから、はい、もちろんもちろんもちろん、評論家ってただの評論家やから、うん、評論じゃないのよこれはこういう感じでこう作られてて、ね、この作家はこういうようなことを考えてるんだということを、うんうんうん、どこまでちゃんと見抜いているのかっていうことが評論家なんだけど、そんな見抜いてないですよ。それは難しいですよね。ただいパッと映画見て思ってるだけなんで、主観、自分の主観で何か喋ってることが多いんじゃない、言ってることが多いんじゃないですか。2通目もらいましてね、これ2通目、浩平さんからまたもらいましてね。こっちからもらったんじゃないですか。これですか。こっちがさっき。これがさっき。あ、ちょっと読みなさい。早稲田松竹で、レオス・カラックス法監督の汚れた血ポーラ X を見ました、うん、知らんねんなこれレオス・カラックスっていうのが私もちょっと存じ上げないですけど、フランスの監督なんですよ、あ、そうなんですか、知ってるじゃないですか、フランスのね、はい、一応映画やるんで、もちろんね、あのね、うん、なんかちょっととんがった
督なんだけども、はい、この監督の過去にはポンヌフの恋人、うん、アネットっていうのを見たことはあるんですが、うんうんうん、個人的にあまりピンときませんでしたね、うん、俺もピンときたことないね正直この今回見た日本はあまり好きではなく私はこの作風が苦手だと思いました。なん、うんうん、と言いますか、え、これっておしゃれだろうと監督が言ってるようなシーンの連続で、うん、見ていて寒気がしましたと。見たことありますかと。いや見てまへんがな私も。汚れた血ポーラ X 知らんな。ポルノかな。ポーラ X は確かポルノ的なもんだったような気がするんだよね。あ、そうなんですか。俺もどっかで、いや見てはいないけど、ポーラ X、まあでも喋るほどのことじゃないんじゃないか。あ、いや、やめてきますか。和田松竹の、和田松竹って行ったことある？ナイスナイス。こういうとこで、ね、劇場ですよね。そうそうそう。うんうん、あの、和田の、はい、まあ、和田じゃない、あの、要は高田馬場から、はい、チャーと歩きまして、はい、チャーと、はい、あるんですわ。はい、高田馬場から歩くのかな。でかいですか。確か。最近行ったことないか忘れてもった。ああそうですか。あ、うん、あれ高田馬場やったっけな。調べるとじゃない。あれ和田松竹どこやったっけな。高田馬場から確か歩くんだろうな。地図出してくれたんですね。Google マップ。和田通りを歩くと思うんだけどな。地図を Google 出してみ。地図いい加減な地図。いやでもね知りません。いやちょっとすみません。知らんか。うん、すみませんすみません。まあせやね関西ならわからんもんな。そうなんすよね。早稲田に行かない。俺もいや、俺もしょっちゅうそんな、しょっちゅうそんな言いたことなかったからね、昔から知らんから。はいはい、それはあのいつの頃からか知ってるだけのことで、うん、それはあの昔からやってるね、はい、映画館なんですよ。伝統のある。そう。なるほどなるほど。で、わざ松竹って書いてるけど、うん、はい。おい、地図出せよ。あ、出てきた。出してよ。出てきた。ビッタもっとボコンでやって。でかしてと。でかくして。でかくしてよ。なんで消すんだよ。出た。そうだよ。ほんで今あれ、それの今、え、早稲田の駅ってどこ？そう、横の左のものいらないよ。あ、高田馬場ですね、確かに。ああ、そうですよ。高田馬場からじーっとね、あれ、要は東向いて歩くんですが。確かに確かに。ほんで東向いて歩いて、あの、縦にあるのがあれ、明治通りって今ね。はいはいはい。あれは新宿へ、南に行くと新宿ですわ。下に行くとね。はいはいはい。だから、早稲田通りをずーっとあれ、駅前、高田馬場の駅前がうにゅ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 うと歩いて、どれぐらい歩くのかね、これ。この感じやったら5分ぐらいじゃないですか。まあ、大したことないね。そうね、そんなもんでね。うんうんうん、だから、早稲田の連中がよう見に行ったり昔はしてたの。ああ、そうなんですね。うん、だから、それこそ、昔のそれこそ全共闘時代というか、あの頃なんかもう若者がガンガン行ってたん違うかな。へー、うん、まあもちろんそれはその頃からある伝統的、もう伝統の映画館です。そんな昔からあるんですね。はいはい、でも和田松竹という名前だけで松竹の映画がかかってるわけじゃないんですよ。あ、そうなんですか。あ、そこはそうなんですね。もう何でもこの、何でもやった。あ、まあ、だってこのフランス人であろうが、はい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 、ヘチマであろうが、うんうんうん、何だってかけてるぞ。そうなんですね。それはそう、俺の映画はかかったことないのかな、わからんけど。いや、かかったことあるんじゃないですか。すいません。まあ、割と昔からやってるからです。こういうのってね、はい、なんか栃木あります？いや、ないと思うんですよね、栃木にそんなんね。ないね、なかなか。ないと思うんですよ。ないんだよな。大阪やったらどっかあるんですか、逆に。大阪も昔からやってる映画館というのはね、僕大阪逆にもう北しか知らないんでね。でしょ、はい、京橋とか梅田しか知らない。南以降わからんでしょ。わからないです。あのね、新世界。ああ、はい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 。はいはいはい。天王寺新世界にはね、うん、まださね、あるんですか？ 2、3あると思いますわ。へえ。2、3ね。ゴリゴリ南ですね。それは、いやもう南っていうか、もう新世界は新世界ですよ。うん、あの、南よりも南だから、うん、あのね、新世界国際シネマっていうのかな、はい、国際劇場っつったっけね。ここに俺らよう行ったやな。それ学生の頃ですか。うん、まあ二十歳超えてからやね。ああ、もう監督やりだしてからみたいな。やりだしてからもピンク映画やってる頃からね。ああ、そうなんやって。暇だったらもうそこへ。なんか一日おり暇だったらというか毎日暇なんで。上位ってなってもらった。新世界の国際、はい、劇場、はい。そこはね、洋画3本立てとかね、はい、そんなとこ。
あ、お、こういう新世界国際劇場未だにあるやん。なんかめっちゃ古い建物ですね。やっぱりもう古いで、もうその右上見たらその写真を表示、それボンと大きくしてくれ。お、これあ、こんなん、これ今もこうか、これ今ですね、多分ね、今もこうか、1年前って書いてるから。その横のなんか細かい地図、もうその写真どうでもいいねんけどね、まあええか。ごついな。今もそうか、そやね、そんな感じやね。これいいでしょ、なかなかおしゃれですね。おしゃれっていうか、まあなんていうか、なんかまあさ、なん時代を感じるというか、まあ、カビ臭いところ、昭和の感じしますよね。いい感じよ、うん、こういうとこでやっぱりダーティーハリーとか見てるとおもろいんだよね。ああ、なるほどなるほど。うん、うーん、こんなそれに近いんですよ、この場所だし。あ、そういう感じなんですね。まあまあ中はまあ結構綺麗にしてると思うけど、うん、もちろん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 ね、うん、でもこれやってる映画がなんかもう怖すぎるわ。怖すぎる。これ、はいはいはい、これちょっと社長代わり読んでください。え、2通目のメール、はい、これ公平さん、先日ワイドショーで、あー、石破新内閣の話題になった際、ある若手俳優が、政治は全く詳しくない、政治について考えるのは時間の無駄などとまあまあなこと言いましたねなどと無責任な発言をしており、これに対し泉谷茂さんが、さんバカ野郎とカツを入れておりました。私も泉谷さんの発言に賛成です。特に今の若年層の政治への無関心さは群を抜いており、これは大人たちが行った教育の質の低下が主な原因かと思います。私は全共闘世代の時代が羨ましいとつくづく思います。今後日本の道楽ぶりが加速するかと思われますが、道楽ぶりか、あ、凋落や、あ、凋落なんですね、すいませんすいません、凋落ぶりが加速するかと思われますが、ね、監督はどのように見届けますでしょうか。いや、まあそれはあれですよ、一緒でしょ。そうですね、うん、まあ政治に興味持つというか、も持たんやつはあ、ほんとはボケ、バカ野郎っていう、それは泉谷さん言うのは分かるけども、うん、あのね、若いやつらはもうほんまね、はい、実際が実際、はい、うん、若いやつらはもう石破が首相になろうが、はい、あの野田が、はい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 、首相のどうでもいいっていうのはあるわね、うん、要は結局官僚がやってるでしょ。そうそう、うん、官僚がっていうか、まあみんなで適当にやっとるだけのことだから、うん、あいつらが、うん、もうほんま永田町の界隈のやつらが勝手に言うてガタガタやってるだけのこと で、はい、 そ、 うでね、でうん、そういうこと自体にもう永田町や霞ヶ関に、うん、霞ヶ関っていうのは官僚の、うん、あ、そうですね、あの辺一帯のことには何の興味もないという若いやつらはもう全国区ですよね、うん、まあまあそうですよね、うん、これはもうほとんどが関心、半分以上は関心ないやろ、ね、うん、まあそう思いますね。だって大人だって半分関心ないんだから、うん、まあだ実際投票率が 47% とかでしょ。そうということは、まあそのうちの、そのうちの自民党なんてのはさらに、うん、さらにあれですよ、うん、さらに半分ですよ。そうですよね、うん、そうだから、だから全体の5分の1とか4分の1だからね、はい、だからこっちの全く白紙、うん、知らん、うん、選挙も知らんってやつなんてのはもう半分いるわけよね、うん、そうそう、当然そうですよね。 それって別になんか若い子に限ってないと思うんですけどね。限ってない、それはだからあの、うん、泉谷茂さんはそれはバカ野郎って言うのは、うんうんうん、まあまあそれはね、言うし、まあそう、もちろんもちろん、それは俳優、若手俳優は誰か知らんけど、ね、誰か知らん、こいつが政治は全く、なんかでもそれちょっと炎上してましたよね。あ、そう、なんかそうそうそう、女の子女の子ですかこれ。そう、確かですよ、男ですよこれ。あ、本当ですか。泉谷さん多分女にそんなこと言わへん、言わへん、うん、そうか、じゃあ男か、うん、あの人は本当は優しい人ですから。あ、多分これなんかその辺のなんか誰かが言うたんやね、知らんけど、うんうん、知らんやつでしょ、適当な若い俳優、うん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 、今俳優よりも石投げたら当たるぐらいいるから。あ、まあまあ舞台俳優さんとか入れたらね。いやいや、そんなもう言うとるだけの、ね、俳優いっぱいおるから。あ、おるんですか、うん、いっぱいですよ、いっぱいおる、分かんないよ、名前言われたって俺分からないもん。まあまあ分からないですよ、まあ、いや分からないですよ、分からないですよ、僕ら監督より全然知らんから。マジあれだって、こいつ俳優かって分からへんでしょ。分からへん、いや、そんないっぱいもうやたらいるからね。やたらめたら、やっぱこうオーディション受けに来たら
あ、もうみんなそれやたらめたらいるだけで、それは実際に俳優で稼いで、こいつ稼いでるやつかどうか知らないけども、テレビ出るんやからまあ稼いでるでしょ。まあでもまあどんなやつテレビ出てたっていかないやつばっかりだから、ほぼほぼいかないやつばっかりだから、うん、こんな若手だって別に名前のあるそんな大切じゃないよ、ね、これか。あ、バカ野郎ですよ。笠松翔やって、知らん、全く知らん、俺も知らん、笠松なんて、その全く知らん、うん、まあ、どうでもいいんじゃないかね、こんな、まあ、要はな、何がバカ野郎かいうことは、要するに政治について考えるのは時間の無駄ってね。時間の無駄ではないですね。時間の無駄じゃないんですよ、うん、もちろん、あの時間の無駄ではない、うん、俳優ならばちゃんと、うん、考えろっていうことで、ね、泉谷さんはこれ怒ってる。そう、もちろん公共の電波に乗ってるわけやからね、そこでなんか時間の無駄って言ったら、それはこの番組何のためにやっとんねやっていうことになるわけでしょ、うん、いやっていうか公共の電波とかじゃないじゃん、その俳優業というの、まあ、あ、もちろん、あ、そういうことか、なるほどね、まあ、お仕事というか、まあ、その世の中に発信する立場というか、テレビでは何を言うたって別に構わへんけど、ね、まあ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 、それは構いませんよ、ね、あ、ね、電波で何を言おうが、うん、そら俺はあいつを殺した言うたら、それはちょっとあかんね、お金はあるだろう、あかんね、殺したいと思ってますっていうのは どないやねんってあるけどね、うん、これね、いつも、まあ、そのいつもおもろいよね、いや殺したいよ、もう殺したいと思ってるんですよぐらいのニュアンスってどういうことやねって言ってもらうけど、まあまあ置いといて、まあ、ちょっとなんか選挙に行くのと、なんかその政治について考える意見を述べるっていうのは全く同意義ではないのかなとは思います、ね、同意義ではないとか知らんけども、政治、うん、いや選挙には行く、行くの行かないのは勝手だし、うんうんうん、全然に選挙に行く義務は何もないし、もちろんないですね、ま、何もない、うん、憲法で、うん、憲法であの義務に選挙意見とは書いてないからね、ないない、三大義務ね、はい、何にもないです、だから別に自分が選挙に行く必要は別に、はい、自分で思わなきゃ、はい、忙しけりゃ、はい、それ何にも行く必要もないし、ね、別に義務でも何でもないよ、はい、あのブタ箱に入るわけじゃないしね、もちろんもちろんもちろんそ47%豚箱入ったら入ることになりますから、ね、豚箱入りだしたらもう独裁政権だけど、北朝鮮そんなんですよね、何にしろ若手俳優、え、北朝鮮選挙ないでしょ、ほぼ一応あるんですよ、マジに一応あって、あれ、ま、みんな行列作って行ってんの、あ、そうそう行っててあれ行かんかったら捕まるらしいんですよ、俺初めて聞いた、ガチ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 ですよ、ガチってのは本当の話ですよ、それ本当の話です、一応形上あるらしいんですよ、でもそれやっぱり並んで行ってんのか、じゃあ並んで行ってるらしい、一応選挙場に、そうそうそう、で投票場に、そうそう、なんかもう寝たきりだろうがなんだろうが、なんか行かなかんの、行かんと、行かなかったらやっぱ軍隊が家に来んのらしいです、怖いな、おい、で強制収容所連れていかれるのか、ね、そう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 、で反抗したら下手したら公開処刑かも分からんね、公開されるかどうかは分からんけど、まあまあ処刑されるらしい、やばいらしいもんね、はい、はあ、愛の不時着なんか、はいはいはい、はいね、ありましたね。それ見た見なかったんですか。はい、あのなんだっけ、あの USB でばらまいたら公開処刑されたっていう映画のね、愛の不時着かどうかは知らんけど、ああ、でもまあ韓国ドラマなんか見たら処刑らしい。韓国ドラマを見て、いや見たというか、あの見たぐらいであれだけど、あの反復するというか。配るっていうか、いや見たんバレたら殺されるらしい、見たんやら殺されませんわ、あ、そう、強制収容所ですわ、あ、そっか、まだ一回そこがあるのか、殺される前に一回そこがあるのか、あのもう旅行、うん、はいはいはい、広めたらね、ばらまいたって、はい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 、見ろ見ろ見ろ、はいはいはい、それで処刑されたっていう話はあったね、あ、2、3年前のニュース、あ、そうですか、ニュースって2、3年前のあの事件っていうか、はい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 、話ね、はい、それは俺ジャーナリストから聞いたね、朝鮮専門のジャーナリストから言ってたね、それ事実らしいですね、なるほど、まああのだから俳優ぐらい、俳優ならちょっとは政治について考えろと、こういうことですね、はい、まあそうですね、で俳優でなかっても、はい、まあその、うん、なんていうの、
まあまあどうでもいいか。まあ要はなんか、はい、うん、言論者であれっていうことやろうね、はいはいはい、だからそういうことですよね、うん、だそう、それはまあな、でもほんまのみんな我がやつらもう全然石破であろうが、うん、俺はちょっと石破さんあんま好きじゃないけど、野田であろうがもうどうでもやーっていうふうに思ってるようなやつらはもうほとんどだと思うけどね、うん、若いやつらは、うん、どっちみちどれに入れたって変わらんやろみたいな、俺のはなんか暮らしぶりがまあ、うん、どないなんねんみたいな、そんな実際にそうです、ね、うん、真剣に思ってるやつはいないですね、うん、全く俺の暮らしぶりがまあ変わんのか、うん、ふざけんなってぐらいに思ってるやつしかいない、うん、そうですね、そういう子たちばっかりじゃないですかね、ね、うん、要は最近でもその総選挙これ近づいてきた、はい、石破のおっさんってちょっと怖いと思うんだけどね。いや俺もちょっとね、あのさっき監督大人になったらね顔で大体わかるっていう話されとったじゃないですか。いやもうほんまにそれやと思ってて、今その政治家でなんかまともな顔してる人誰なんやろうなっていう気はしますよね。いいな、そのまともな顔ってのいいな。まともな顔してんのかって、これいいね。いいっすか。まあまあ、こんな言うとこで叩かれるかもしれない。まあ、いやいや、全然叩かれないよ、うん、当たり前やと思うわ、うん、まともな顔かゴミみたいな顔かどっちやねんってことだよね。そう、なんかやっぱこうなんか出るじゃないですか、考え方ってその表情とかにね、顔にやっぱ、まあ、まともかゴミかやな。いやゴミでもいいんだけど、よく見たらまともかいうことやね。うん、うん、だってあのなんか、いや僕はゴミのように生きたいけど、うん、俺はね、うんうんうん、ゴミのように生きてたいけどね、うん、でもあの今言うの、はい、その通りだと思う、うん、あのまともかどうかやね、政治家は、うん、顔が出るね、うんうん、思いますわ。なんかええ顔してる人いないですもんね。石破なんてのは全然なんか何考えてるか分からん顔でしょ。そうそうなんですよ。こんなん言うとんすよ、うん、これこれ共有怒っとんすよこれ、はいはいはい、この間、はい、ノーベル平和賞の受賞が決まった日本原水爆被害者団体協議会、うんうんうん、はい、うん、被団協っつうんだけど、はい、被団協なんて言葉初めて聞いたんですけど確かにこれノーベル賞、はい、平和賞もらったんやけども、うん、もらったんやけど、ここの代表の田中さんっていう92歳のおじいさんですけど、このおじいちゃん、はい、この人が、はい、あの石破、埼玉の人ですけど、この石破が自民党総裁選の時に核共有っていうのを言うとったんですよね。言ってたらしい。アメリカの核2本も持ってることにせえみたいな話。そうそうそう、アメリカの核を日本でも共有しましょうという、はい、日本のどこかにアメリカの核を置いてもいいんじゃないのと。いやいや、あかんでしょ、うそういう、ね、言わけないでしょ。そういう核共有、はいはいはい、だから作らな、核を持ち、そう、非核三原則どこ行ったんですか。非核三原則どころをもうで全部踏み倒す、ねね、踏み倒す話ですよね、はいはいはい、うん、共有するんだから、うん、だからアメリカの核の何個かを、うん、ちょっと10発ぐらいもう沖縄とかその辺にまた配置しましょうと、こういうことですね。いやいや、あかんでしょ、うん、九州とかもうどこでも東京でもいいから配置しましょうと、こういうことですよ。そりゃ怒るわね。怒るよね。そりゃ怒りますわね。怒り浸透とかね。そりゃそうですよね。とんでもないよ、うん。こういうことを言うとるわけですよ。うん、言うとるっていうか、まあ言うてるだけならええのかっていう話じゃないんですよ、これ。うん、言うこと自体が間違いで。まあまあまあ、そうですよ、ね。そうでしょ。まあ現実にはそこまではとてもじゃないけど、それは行くわけがないと思うけども、でもね。いや、一人が言い出したらみんな言い出すからね、こんな。それもあるし、なんかそれ言い出したら結局なんか閣僚とか官僚がそれに対してなんか検討するわけでしょ、真面目に検討するんですよ、これね。それめっちゃ金かかるわけじゃないですか。金そこに金かけてる場合じゃねえんだよ。いや、金かかるどころかもうそんなもんバンバンバンと検討して、無駄や、無駄でアメリカに電話しょるんですよ、うん、いや、そういうことですね。核を犯させてもらいますわ、そうそうそう、
あかんすあかんす何を言うとるんですか怒り浸透アホじゃないですかアホだね、うん、そういうことを考えてるやつなんだね石破ってそういうことですよね、うん、石破ってあの結構、うん、いかつい思想を持ってるからね、うん、結構どころかもうそうですね、うんなんかあの柔らかい物腰で言ってるけどもあの喋り方ちょっと、ね、いやいやごまかしてばっかりだから、うん、はぐらかしの名人やからね、うん、ねあれ総選挙でひっくり返ったら面白いのにあれねいやひっくり返るんじゃないですかワンちゃんいやこれひっくり返ったらこれカッコつかんねそうねそうですねだって内閣交代やもんなそうですねでそれがちょっと今野田が行きまいた過半数取れなかったらどうしようんだろうねまあ取れない可能性もワンチャンありますよ ね取れなかったら、うん、あ可能性ありますあるんじゃないですか、まあ、ちょっと俺組織票とか知らないですけどその周りのねその評価というかを見てるとだってもう内閣できた段階であれでしょ支持率40何パーなんでしょですよ、ね、そんなんないじゃないですか今までまあ最初ねあれ戦後、うん、戦後最低って言ってましたっけ、うん、だから最低やね、はいうん、麻生の時よりも最低言うとったもんねはいはいはいそうですよねだからこんなこと言うてるからですよ、うん、だから、ね、いかつさをみんな庶民は知ってんのよねうん、うん、そういうことですねあの実はなんか適度なことをあのはぐらかして言うてるけど、うん、なんかね穏やかそうに、うん、なんか理屈な通ったような通らんような言い方でね、はい、でそれでもそんなことはどうでもいいですよ。裏金議員がどうしたこうしたら、そんなことよりも、どうでもいいですね。そんなことよりも、あの、うん、こいつを考えてるのは結構、ね、これ各教員であるとか、あるいはこう、なんかアジア版の NATO を作ろうとかね、そういうね、なんかわけのわからん反共政策をばっかり考えてるんですよね、うんうん。で、これでやっぱり軍隊をちゃんと軍隊らしくして、して、うん、でしかも、あの、グアムあたりに自衛隊をもう派遣して自衛隊の基地をもうグアムに作ろうと、うん、なんでいやそんなことを言うとるんですか言うとる、言うとるじゃん、でこの間それ言うてんのどうすんねんって一回疲れたんです一回あ国会の中で何かあそうなんですか国会じゃない何かで、まあ、記者会見とかそしたら、うん、いやそれはあの私の考えだけでってごまかしとって、うん、ちょっと思ってただけやぐらいの言い方もそんなことないずっと思ったんですよ、うん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 、でそれをさ疲れたら、うん、いやそれはあの私があの総裁選の時前までは思ってたけどいやそんな一日でそんなもん進められるわけがない言うてねうん、うん、それはあのって言うて適当にごまかしとったわけでも国のトップがそう思ってるっていうそんなもん本当にのは、ねうん、だからそんなことしたらさこれ先週も喋ったんですけども、はい、で自衛隊の家族本人も含めてね家族がどないするんですか、うんうん、そうそうそうもちろんそうグアムなんか行かされたらたまりませんよそうですよねいつも何に出動せなあかんかそうですよねうん、うん、ほっとしよう、うん、あんなものもうやめときない話になるよ、うん、なりますよね家族もなりますよ、ね、もうあんた自衛隊やめない話になるよ、うんうん、いやだから自衛隊入る人間少なくなってんねんからあそうなんですか全然少ないんですよ足らんのですよだから今募集してますもんね足らんのですよ、うん、だから今あの職なかったらもうあの我が自衛隊行こうかいうやつはそれはいっぱいいるしね、うん、いっぱいじゃないしそのでも足らんのですよへえ職なかったらもうどん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 入れてるんですよあの昔ね震災橋とかあれ出たらさ、はい、うちら若いあの、はいはいはい、ガキの頃、はい、パーッて寄ってくんね3人ぐらいほうおっさんが、はい、兄ちゃんが、はい、これでね、はい、自衛隊入れんから言うんねえ、そんな感じで勧誘してくんですかそうそんな感じ昔そうなんすかうんそんな見たことないいや、そんなあるのあるんすかそれ大阪道頓堀の話ですよ千日前の話よ小さい場所の話よ、はい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 、あったよあ、そうなんですかうん俺一回なんか後ろから肩叩かれて、はい、ちょっと話聞いてくださいって言われたことあってそれ制服着たんすか普通の制服着とんあ普通の服着とんですね、うん、あそう制服着とったらみんなもう気持ち悪いって向こう行けって言う でもそんなあったへえ俺別にあのもううるさい言うて行ったけどねはい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 、はいうん、別にでそんなこと言ってたよあそうなんすか入りませんかいで
ビビるわそんなん言うんすか。いやこれね間違ったとやっとんじゃん、実は今ないでしょ。いや今わからないよ、さすがに今やってないでしょ。いやひょっとしたらわからないよ。時々こうこいついけるかなって見とんじゃん。こうあそうなんすか、街で監視しとん。それであこいあこいつやね、あのスタッフあいつや、あいつやいて、こいじゃないじゃん、スッと寄っていってでこうチラシかなんかパンフレットみたいなの出して興味ありませんか。多分ねそういうことはやってると思うね。怖いでしょ。怖いですね、うん、そういうでもこう石場が、たらんか、石場はねそんなんやりかねんすね。やりかねないというか、もうこれ やるよね、ひっくり返らんかね、こいつ総選挙で。いやそうだから総選挙ちょっと言うといてください、ね、もう時間もないこっちゃし、総選挙総選挙落ちてほしいですね石場は石場は落ちるかもしれないけど、石場自身は落ちひんけど、あいつは落ちへんと思うんだけど。じゃあだってさトップ当選やから絶対落ちひんけど、ほんまに本人が落ちた傑作やけど、ね、絶対落ちひんけど俺構造上ね、俺鳥取構造上落ちひんけど、選挙区で落ちてもうてへん言うんで、すいませんもう首相やめますわ言うて。あでもなんか蓮舫が一回なんか落ちましたよね。何でしたっけ、あの都知事やん、そう小選挙区落ちまし、小選挙区で受からんで、うん、なんか団体で受かったみたいなあったじゃないですか。あ、そう比例で、そう団体でって。ごめんなさい比例で。団体戦でね。そうそう団体戦でね。団体戦個人戦負けだけど団体戦ようやったみたいな。そんな奴らいっぱいおんじゃん。ああでもそんな奴らも当時蓮舫なんて代表やったわけじゃないですか。そうや蓮舫代表の時あったっけ、うんうん、まあでもそんな奴らいっぱいおんじゃん、うん、まあまあ言うたら、うん、いやでもそれ今回は一回終わりました、行くの終わりますあと3秒次回早く来てもらうだねすみません、また部屋に来てください、はい、ありがとうございます、よろしいですか、ありがとうございます、もうよろしくお願いします。